はいどうも、モーリーです。今回は明治安田生命 J1 リーグ第19節湘南ベルマーレ対名古屋グランパス戦のマッチレビューをやっていきたいと思います。まずは試合結果は0対0で引き分けとなりました。今季初の3連勝がかかった試合でランゲラック選手からゴールを奪うことができませんでした。しかしゲーム内容ではかなり押すことができていましたし、悲観的な内容は少なかったと思います。ゲーム終盤の町野選手の負傷だけが心配ですね。さあ、それでは名古屋グランパス戦振り返っていきましょう。さあ、それではまずは両チームのスターティングメンバーから確認をしていきたいと思います。まずは湘南ベルマーレのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー谷選手、3センターバック杉岡選手、大岩選手、タッチ選手、ウィングバック高橋選手、石原選手、アンカーに田中選手、インサイドハーフにバラダ選手、池田選手、そして2トップに町野選手、瀬川選手という布陣になっております。前節からのスタメン変更はありませんでした。米本選手は名古屋グランパスからのレンタル選手なので今節はメンバー入りすることができず、長木選手がメンバー入りとなりましたね。さあ、一方名古屋グランパスのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-1-4-2、 ゴールキーパーランゲラック選手、3センターバック丸山選手、チアゴ選手、中谷選手、ウィングバック相馬選手、内田選手、アンカーにレオシルバ選手、インサイドハーフに先頭選手、稲垣選手、そして2トップに柿谷選手、マテウス選手という布陣になっております。前節から2名変更となりました。センターバックの中央に藤井選手からチアゴ選手に、そして右ウィングバックには森下選手から内田選手に変更となりました。試合後、湘南の選手より早く挨拶に来てくれた丸山選手は今節もスタメンとなっていましたね。さあ、それではスコア、スタッツを確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。改めて試合結果は0対0で引き分けとなりました。スコアレスドローとなりましたが、名古屋グランパス相手にここまでスタッツで上回れるのは久しぶりな気がします。シュート数では湘南が12本、名古屋が10本、枠内シュートは互いに3本でした。ボール支配率は 52%、 パス数も名古屋を上回りましたね。そしてプレーエリアが圧倒的に相手を上回りました。アタッキングサードでのプレー比率は 32.6%、 ミドルサードでのプレー比率は 50.4% と、中央から相手エリアで8割型プレーをしていました。どのスタッツも相手を上回っていただけにね、1得点でも奪って勝ち切りたい試合内容でした。さあ、それでは試合内容の振り返りです。今節の試合内容の振り返りはこちら。引き分けの試合を勝ちに持っていける試合にしようというところを挙げさせていただきました。今シーズンが始まる前に言っていた言葉、昨年の状況にやっと戻ってきた気がしますね。もちろんやっているゲーム内容は昨年より格段に良くなっていると思います。今年の前半戦では勝てる試合を引き分け、引き分けの試合を落としてきました。後半戦の課題は引き分けを勝ちに持っていく試合を見せていくことではないでしょうか。今節も勝てる試合だっただけに引き分けは悔しい結果となりました。それでも勝ち点を積み上げることは大事です。3試合連続クリーンシートと素晴らしい結果を残したと思います。さあ、それでは試合内容の振り返り、まずは守備面からです。守備面のポイント1つ目としては、連動した複数人での守備、選手の距離感というところを挙げさせていただきました。今節よく聞いていたのは中盤での連動した複数人での守備です。相手は中盤で湘南の激しいプレスに対して1枚はかわしてくることが多かったですが、その次のプレーをする隙を与えない2枚目の守備でボールを奪取する場面が多く、選手の距離感がここ数試合かなり良くなってきていますね。中盤でボールを奪い切ることで
自分たちの時間を作り出していました。ただマテウス選手が下がってミドルサードでボールを受けた際に潰しきれずチャンスを作られる場面が多少ありましたが、その他の選手に対してはほぼシャットアウトできていたと思います。今後も縦をコンパクトにハイプレスと連動した守備で相手を苦しめていきたいですね。そして守備面のポイント2つ目としては体をぶつけるサイド対応です。終始相手の左サイド相馬選手は脅威でした。一瞬のスピードが武器ですが、石原選手が素晴らしい距離感で詰め入れ替わられる瞬間には体をぶつけてブロックするシーンが多く、圧倒的なスピードで抜かれてチャンスを作られるシーンは少なかったと思います。カットインされて抜き切る前にシュートを打たれるシーンはありましたが、サイドでの素晴らしいドリブル対応だったのではないでしょうか。これで3試合連続無失点です。この守備を続けていくことで確実に勝ち点を増やしていくことができます。次節もクリーンシートを期待しています。さあ続いて攻撃面です。攻撃面のポイント一つ目としてはテンポの良いボール回しというところを挙げさせていただきました。今節はボール支配率も相手を上回り、自分たちが攻撃を作る時間がかなり多かったです。その中でも相手のアンカー脇のスペースを使いボールを受けダイレクトで叩くことでスピード感がありボールを奪われない攻撃をよく見せることができていました。フォワードがボールを受けた際にインサイドハーフやウイングバックの選手がボールをもらえる位置へ動き、インサイドハーフの選手がボールを受けた際はアンカーの選手やウイングバックの選手がボールを受けられる位置へ動き、パス受けの連携が良くなっていることでパスの選択肢を作れていること、また相手に取られない位置にトラップすることや出し手が顔が上がった瞬間に受け手が動き出すことが増えてきたことでテンポの良い攻撃を生み出しているのではないでしょうか。非常に連携が良くなってきていると思います。直近3試合ではスタメンが固定とメンバー間での連携はかなり高まってきているのではないでしょうか。ここに他のメンバーが入ってきても同じような攻撃を作れるようにしていきたいですね。そして攻撃面2つ目のポイントとしては単調なプレーというところを挙げさせていただきました。この試合で課題に感じたのは単調なプレーです。特にクロスやコーナーキックではアイディアが少なかったように感じました。サイドへ展開した際のクロスは狙いが分からず味方に合わないシーンが多く、また空中戦の強いチアゴ選手に弾かれてしまう場面がかなり多くありました。コーナーキックに関しても後半に立て続けに 4、5 本程度奪えた時間帯がありましたが、全て同じでゾーンで守られてる位置に放るだけで変化がないセットプレーを見せていましたね。相手のストロングポイントを外していく攻撃を見せなくてはなかなかチャンスは生まれません。後半に入り48分の石原選手のクロスでは中に放るだけではなく相手を外しニアに寄ってきた池田選手にマイナスクロスを使うなど変化を見せていきたかったですね。その中でも前半2分には田中選手がボールを受けた際の瀬川選手の飛び出しや、31分のバラダ選手がフリックし瀬川選手が抜け出し相手を引きつけたところでクロスを入れ、町野選手がフィニッシュでバーを越えてしまったシーンなどかなり惜しいシーンはありました。そこを決め切っていけるようにしていきたいですね。ホームゲームで今節の内容で勝ち点3が欲しかったですが、負けずに勝ち点1を積み上げることも重要です。これで3試合連続のクリーンシート、また負けない湘南を見せていきましょう。さあそれでは今節も個人的に良かった選手を1名ピックアップさせていただきます。今節良かった選手は田中聡選手です。やはり攻守において良さを見せていたのは田中選手でしたね。個人スタッツでは走行距離 10.9 キロとトップ、タックル数3回とトップとなりました。守備面では連動した2人目の守備で
相手の攻撃を潰していましたし、カバーエリアが広く広範囲で相手の攻撃を潰すことができていましたね。また攻撃面でも奪った際にまず縦へのプレーが多く攻撃の起点となっていました。縦へつけれない場合はターンをして相手を1枚いなすことでボールを奪われることなく自分たちの攻撃の時間を作っていましたね。田中選手がいることで攻撃の回数が増えますし、相手のチャンスシーンはかなり激減します。次節以降も活躍を期待しています。さあ、そして最後に現在の順位表と次節の対戦カードを確認していきましょう。ご覧の通りになっております。今節名古屋グランパスと引き分け勝ち点1を獲得し、順位は15位となっております。まだ9位の京都までは勝ち点差3以内ということで、まだまだ勝てば一気に順位を上げられる状況になっていますね。さあ、そして次節は7月6日水曜日ホームでガンバ大阪戦です。中3日でのゲームとなりますね。ガンバ大阪は現在13位で勝ち点差も1しかありません。前半戦では山本選手の劇的なゴールで今季初勝利を挙げました。次節も勝利しシーズンダブルを狙っていきましょう。次節は谷選手が出場できず、今節の町野選手の負傷具合も気になるところですが、この良い流れを途絶えさせないよう次節も戦っていきましょう。そしてガンバ大阪戦のマッチプレビューもやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックをしてみてください。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ第19節湘南ベルマーレ対名古屋グランパス戦のマッチレビューをやっていきました。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。